原点に立ち返って、それでも売らないといけないんで、お客様に期待するしかない。会社の成長と社員の成長、自分の成長は最後。フジテレビ清水俊弘のハッシュタグ仕事好きリーダーたちの思考法。今回の仕事好きマイスターも、ロバティ株式会社代表取締役社長田部雅樹さん、前編ではマーケティングに必要なマインドをたくさん教えていただきました。後編ではどのようにして今の思考法を得たのか、ライフチャートを使って聞いていきます。前編ではこうマーケティングに大事なこととか、まあ、マーケターとして今後何をしていくべきかといったあたりをこうお話を伺ってきたんですけど、後編では田部さん自身がどのような人生を歩まれて、これまでマーケティングの考え方とかを培ってきたとか、はい、いったあたりをライフチャートを使ってお伺いできればと思うんですが、ライフチャートとはこれまでの人生を振り返ってもらい、心の充実度の波とターニングポイントを見える化してもらったものです。上へ行くほど充実度が高く、中心の線を下回るとマイナスなんですが、田部さんのライフチャートは大きく波のあるグラフになっています。年を重ねるにつれてアップダウンの回数が増えていますね。どのようにしてマイナス期間から復活しているのでしょうか。気持ちのいい波のある人生を書いていただきましたが、まずはお子様時代、ずいぶん低い位置に最初入ってしまいますけど、引っ越した初と書いてます。僕はその引っ越し族っていうか転勤族でして、まあ、かなり移動してるんですよね。大阪で生まれて、名古屋行って、横浜行って、埼玉行ってみたいな感じで、まあ、同じ学校には3年いなかったみたいな感じなんですよ。 なので、まあ、特に何が今に影響してるかというと、はい、あの人見知りですみたいな、なるほど、なんてことになって、いるっていうのもありますし、はい、あと無理やりこじつけると、はい、比較的やっぱりあんまり仲良くなれなかったっていうのもあり、なんかこう人間観察みたいのが今も好きなんですけど、はい、まあ、なぜかっていうとやっぱこの時に、はい、やっぱ人間観察をしてるんですよね、ずっと、あんまり慣れないんで、はい、この人ってどういう人なのかなとか、この人ってこれを言うと喜ぶのかなとか、これを言うと入りやすいなとか、はい、そういうのを結構幼少期から考えざるを得なかったっていうのがあったんで、そういった意味でなんか人間観察っていうところで、まあ、顧客理解とかって今言ってますし、それを仕事にしてますけど、はい、人間観察的な部分はそこで学ぶことができたのかなというふうに思います、ね。まあ、確かに転校して入ったところでは仲良しがもうね、グループがいて、まあ、ガキ大将みたいな人がいたりとか、まあ、そういうどの人がキーパーソンかみたいなところを見ないと教室で生きていけなかったわけですね。はい、なるほど。それを乗り越えられて商売を学ぶというところで高くなってますけど、これはあの大学時代で、前半でもちょっとお話ししたんですが、はい、大学時代に僕も大して勉強もせずに何やってたかというと、はい、まあ、遊んでたんですが、はい、途中で飲食店のまあオーナーみたいなことやってたんですよね。雇われオーナーに近い感じ、はい、で、まあ、要はその儲けが出たら出たら全部稼ぎになる、なるほど、まあ、出なければもう給料出ないみたいなことをやってたんですよ、はい、っていう中で渋谷近辺でやってたんですけど、お金稼ぎたいんで、はい、集客をして、稼げるようにならないといけない、はい、ただマーケティングとか当時よく分かんないんですよね、うん、で、当時全く人気なかったんで、その時まあ初めてマーケティング的なことを考え始めたところで、はい、うん、どういう人に来てほしいのかとか、はい、うん、まあ、どうしたら選ばれるのかとか、例えば競合というかまあ近しいバーがあったとして、うん、そこに行って流行っていたら、はい、なんで流行ってんのこの店はとか、うちは流行ってないのにっていうところ、うん、価格がどれぐらい違うのかとか、はい、商品はどれだけ違うのかみたいなこととかっていうのをまあ調べていくという中で、まあ、こういったことができるとうまくいくんじゃないかっていう、まあ、仮説を立てますよね、はい、まあ、例えばなんか全くもって目玉もないし、うん、バーなんて別に行きもしないんだけど、うん、店員がイケメンだとちょっと寄りたくなるよねみたいなこととかっていうのがあって、はい、まあ、今の結構当たり前かもしれないですけど、はい、昔意外とそういうのなかったんで、うん、ちょっとなんかビジュアルのいい、はい、大学生が友達連れてきて働かせていくことによってちょっと話題になるみたいな、当時 SNS とか、まあ、ミクシーはあったかもしれないですけど、うん、Twitter とか Facebook もないんで、はい、波及もしにくいんで口コミでどう広げるのかみたいなことを考えてコンセプトを作ったりとか、これもまあ今考えれば当たり前かもしれませんけど、まあ、目玉商品みたいなものっていうのを作ってやってみるとかみたいなことをやってですね、まあ、自分なりに今考えるとお客様を理解し、どういう人に来てほしいかっていうのを考え、それに向けて価格を決めるとか商品を考えるみたいなことをやってましたということがあって、なので商売ってまさにそういうことだと思ってて、でそれでまあ、あの売上が伸び利益も増えてみたいなことがあったんですけど、っていう中でこれがマーケティングなのかっていうのはこの後分かるんですけど、まあ商売っていうのをここで学ぶことができたっていうのと、僕もなんかその時にやっぱりそのチラシを巻くんですよね。ただ
チラシを巻くコストも、まあ、安いですよ、安くて10万とかなんですけど、はい、ただ当時で言うとやっぱりこう大金で、まあ、大学生ですもんね、はい、でやっぱり自分の手取りが減っていくわけですよ、はい、ただ要は10万払って20万利益出たらいいわけじゃないですか、はい、なるほど、ただ10万かけたら10万円利益出さないとダメなんで、はい、看板出すにもってことじゃないですか、はい、ってことやってたんで、はい、でも考えるわけですよ、自分のお金だからやったら利益出るからって考えるみたいなことをまあずっとやってたんで、まあ、ある意味なんか広告っていうものもなんか自分のお金でやってきた中ですごい重みを理解できたみたいなことがこの時すごい良くて、なので商売学ぶっていうふうに考えてます。なるほど。そしてまあそのまま商売でうまくずっとね上り調子かと思いきや、下に丸井時代と書いてるの下がってますけど、まあ、新卒がと僕丸井という会社、はい、百貨店の丸井ですね、はい、クレジットカードの丸井、うん、入社をしましたと。でしょうもない話なんですけど、うん、僕入社式でちょっと寝ちゃったんですよ、はい、なんか大事な時に寝る癖があるんですよ、確か、寝ちゃいけない時に寝ちゃうみたいな、まあ、それ悪い癖が、もう今治ってますけど、はい、そうなんですね、入社式寝ちゃったんですよ、広告が好き、はい、マーケティングが好き、はい、でアパレルも好きだったんで、はい、じゃあ丸いいなってことで、はい、出していただいたのが2004年、はい、就職氷河期の時だったんですけど、はい、なんか当時の人たちはい、の中で結構希望がみんなあって、はい、確か、まあ、これもしかすると正しくないかもしれないですけど、うん、僕の認識では、はい、まあ、十何人の新卒社員のうち、うん、僕以外の全員が希望の部署に行ったんですよ。なるほど、はい、僕だけちょっと寝たのか、はい、寝た理由に僕はしてるんですけど、はい、あの全く一番行きたくないところに行ったんですよ、なんか通販カタログを作るみたいなところに行ったんですよね、はい、マジかと思って、はい、まあ、本当に1年ぐらいですかね、その、はい、全くやりたくないんですけど、うん、やりましたと、はい、ただやりたくない作業も、はい、しっかりとやることによって一定の結果を生むみたいなのが結構あって、ここで結構学んだんですよね、はい、つまらない仕事やりたくないって若い子多いですけど、はい、つまらない仕事も一定やって熟練してくると、うん、結構面白くて結果も出るみたいな感じのやつは1年目に学んで、はい、17は2年目で、はい、やっと結果出たしいいんじゃないかって、はい、またなんか他の期待とかいけるんじゃないかと思いきや、はい、店舗に行ったんですよね、スタッフ採用みたいなので、はい、店舗に行くって当時確かあんまなくて、店舗の反則宣伝をやってくれって言って行ったんですよ。で、1店舗目が丸いワンっていう風なあの建物で、はい、ゴスロリの館って言われてるとこあったんですよね、はい、原宿によく当時行ったみたいな子たちが買いに来る館だったんですよ、はい、結構人気の館、はい、でも、まあ、全く理解してない、はい、僕は結構比較的チャラチャラしてるタイプですが、はい、まあ、完全に真逆の人生を歩んできた人たちの商品を売っていかないといけないっていうことなんですよ、はい、ってことで、まあ、ここは結構良かったんですけど、まあ、原点立ち返って全くもって理解はできないけど、はい、それでも売らないといけないんで、はい、やっぱりお客様に理解するしかないっていうことで、まさにそのゴスロリを買ってる人たち、はい、なんで買ってるのかとか、うん、その人たちってどういう生活をしてるのかとか、なんでここに行き着いてるのかっていうのを結構調べてたんですよね、はい、とか、まあ、本当に聞いてったりもしたりとか、あの店頭に出て接客したりとかしながら、めちゃくちゃ理解もしたんですよ。で結果、なんかすごい理解ができ、はい、まあ、あの打ち手、まあ、例えばポスター作るとか、カタログ作るとか、プロモーションするとか、イベントやるとかもそうですけど、まあ、結構理解ができ、うまくいくこともあって、最終的にはそのゴスロリの館の人と付き合うぐらいまで、むちゃくちゃ理解するみたいなことまでいったんですけど、ということで、なんかやっぱり改めて顧客理解ってすごい重要で、はい、これさえできれば、自分がターゲットじゃない商品も売っていけるなって感覚を持てたんですよね。なので今例えば42歳ですが、はい、20代の女性向けの商品を理解して売ってくれって言われても、うん、まあ、一定度はいけるなって感覚があるのは、うん、この時は結構大きいなと思うんですよ。で3年目から、はい、まあ、いわゆるその本社のマーケティング宣伝部みたいなところに希望のところに始めていくことができたなんですけど、うん、3年かかったんですよ僕、はい、なのでやりたいことできるまで3年かかるなって感覚がやっぱり当時植え付けられたんですよ。なるほど。なので、はい、まあ、今のその若い方々に、はい、なんかもしアドバイスできることがあるとするならば、うん、いきなりやりたいことできるってことはやっぱ少ないですよね。でもいつかやれると思いますし、逆にやりたくないことやってることの方がなんか物事を客観的に見れるんで、はい、結構勉強になるんですよ、ね、うん、それはそれで回収的には全部面白くて、はい、で当時に一緒に仕事してた人とは今でも飲んだりしますし、結構面白い関係を作れたなっていうふうに思います。あ、まあ、そういうのがあって楽しくなっていって、そしてこの後急上昇急降下が続きますけど、ね、P&G 時代の時に書いてますけど、そこからはもう本当ジェットコースターのような人生をですね、はい、僕はもう10年ぐらいずっと続けてるんですけど、はい、丸井は何年目で、あれは3年半ですね、うんうんうん、で2007年まさにリーマンショック1年ぐらい前のタイミングで、はい、テイクアンドギブニーズという、まあ、ウェディングのベンチャーですね、はい、うん、ハウスウェディングのパイオニアって言われてる会社に入社をしました。でも3年でとりあえずやりたいことができるように丸井ではなってたわけですね。なってたんですよね、はい、なんですけど、まあ、やっぱり初めてやりたいことができるようになったっていう話と、はい、ベンチャー
ていう言葉がやっぱり当時出始めてて、これ早く行った方が自分結構向いてんじゃないかなって思えたっていう話と、あとやっぱりですね、なぜ辞めたのかって一番の理由は、平均注文単価1万円前後の、まあ、アパレルを売ってるわけですよ。でもちろんそれ以外のものも売ってますけど、これで言うとそういう形なんですよね。でそうするとその購買をしたからといって人生が変わるものではないと考えると、雰囲気で流されるようなものを売ってるんで、もうちょっとなんか人生に関わるような商品のマーケティングをすると面白いんじゃないか。なるほど。ってことで、まあ、冠婚葬祭不動産だろうと。という中で、当時ベンチャーとしてすごい勢いがあった、その冠婚葬祭の中でもウェディング、はい、人生を基本的には1回の買い物、400万、500万の買い物っていうところでガーッと伸びていた、この定款のギブニーズっていう会社に今入社をしたというのが2007年ですね。ああ、やりたいことができるようになったからこそ、もっとやりたいことを探していただくことなんですね。はい、で、実際に入社されてどうだったんですか？まあ、まさになんかジェットコースターのような人生で、ここから本当にこう業績が急激に落ち、はい、リーマンショックもあって、まあ、そこはね、ご自身ではどうにもならない部分ですよね、はい、そこからこう再生も経験し、はい、みたいなことだったんですけど、デカンドギブリーズの時に一番学んだことっていうのが、はい、まあ、僕はなんかこのタイミングでなんかいわゆるこうマーケターとかサラリーマンから、はい、やっぱ事業家とか経営者になれたっていうのがこの会社、うん、だと思ってて、すごい感謝もして、うん、青春時代を過ごした会社なんですけど、この時その社長だったりとか経営者の方によく言われてたこととして、うん、まあ、さっきの話にちょっと戻りますけど、うん、自分のお金だったらそれやるのってことを結構言われてたんですよね、うん、なんか何を提案してもそれ自分だったらやるっていうことを必ず通る人だったんですよ、はい、当時の社長が。確かにまあ自分だってやんないかなみたいなとかもあったんですよね、はい、でもその感覚やっぱり丸い時に僕失ってしまっていて、なるほど、やっぱり楽しくなっちゃってお金使うのが、はい、なんでお金使ってなんぼっていうか、うん、自分の成長が第一であって、会社の成長は二の次なんで、自分が会社でなんかこう得るものがあって、まあ、だから辞めたと思いますよ、僕も。だからやっぱ自分主義なんですよね、はい、なんですが、やっぱりそれがこの会社に来て、いやいや会社の成長が第一であって、うん、お前の成長は二の次だと、うん、だからこの提案っていうものがその自分だったらやるのか、つまり自分のお金だったらやるのかってことまで考えてやらないと当然うまくいかないよねって結構ずっと言われてたんですよ、はい、ってことで、当然マーケティングとか事業戦略とか営業企画とかいろいろやらせていただいたんですけど、うん、なんか要はその商売の原点に戻るっていうか、うん、あのよくそのマーケターがあの経営者になっていくために何が必要ですかってことをよく必要されるんですけど、うん、まあ、要は自分で商売をやった方がいいですよってことをよく言うんですよ、うん、まあ、専門用語で言うとあの事業を PL で責任持ってみた方がいいですってことで、要は使うだけじゃなくて、はい、それを使って稼ぐとか、うん、使ったら自分の利益が減るっていうのを感覚として持たないと、使うだけになっちゃうんで、はい、っていうふうにその事業としてとか、そのちゃんと出入りを考える PL で見るとか、うん、経営をするっていうようなことをこの会社ではマーケターだったんですけど、はい、いろいろやらせていただいて、そこでやっぱりそのビジネスをするというところで商売を学んだんですが、それなんか改めてちゃんともう一回理解をしてやり始めたっていうところ、なんか完全にだから主語っていうか優先順位がまず事業成長っていうことが前提で、それによってこう社員が幸せになる、で最後に結果、その結果があった上での自分の成長っていうのがあるっていうふうに考えるようになれたっていうのが、なんかこの会社ではすごい大きかったかなというふうに思いますね。そして楽する伸ばせる時代というふうに入ってきますけど、はい、ここもやっぱりジェットコースターのような形で、2014年に僕楽するで入社をしています。定款のギブリーズは7年で2010年に入社をしました、うんうんうん、で入った理由としては、定款のギブリーズという会社で事業もマーケティングもいろいろやらせていただく中で、次はなんか B2B ビジネスをしたいな、中小企業のサポートしていきたいと、うん、世の中の 99.7% が中小企業であって、まあ、僕は結構知り合いにそういう人たちが偶然多くて、はいはい、なんで話を聞いてたら、うん、マーケティングとかよくわかんないんだけど、うん、サポートしてくんないかなみたいな話とかがあるんですよね、うん、地方の中小企業の方々から、はい、なのであまりこういう分かってない人たちが多いから、うん、そういう人たちをサポートできるといいんじゃないかなってことで、うん、まあ、企業もちょっと考えていたんですけれども、うん、まあ、ラクスルという会社に出会い、うん、ラクスルが中小企業の方々に対してとか、まあ、リテラシーが少ない、うん、低いというか、まだインターネットビジネスをよく理解できてないような方々に対して印刷を提供することで、うん、まあ、中小企業の方々をエンパワーメントするというビジネスを、うん、まあ、されてました、印刷という観点で、はい、うん、ってことで、まあ、僕はマーケティングだったんで、これ結構近いなっていう話と、うん、まあ、ラクセルっていう会社があの仕組みを変えれば世界もっと良くなるっていうビジョンを持ってるんですけど、うん、なんかこう仕組みを変えるっていうことにすごく共感をした、うん、ですよね、なんか人がコンサルして変えても仕組みは変わらないんですよ、はい、目の前の人は変わるかもしれないですけど、はい、ということで仕組みを変えればより多くの人が変われるってことですごい共感を受けて、うん、あのこの仕組みを変えるラクセルに入社をしようってことで2014年に
入社をしました、うん、で2014から18ぐらいまでラクセルずっとやってるんですけど、うん、やっぱりここでよく言ってる話としては、まあ、ラクセルといえばやっぱりマーケティングというとテレビ CM っていうところずっとやってきたんですよね、はい、うん、テレビ CM って当時は今以上にですね効果がわからないっていうのも常識で、僕らもまあ大して有名企業でもないので、うん、親身になって相談できる人たちもいなくて、はい、ただこっちとしてはビジネスにプラスにならないと全く意味がないっていうのが、うん、まあ、これまでの話の流れですから、はい、まあ、テレビ CM を打つとしたらやっぱりビジネスにどう貢献するのかってことをちゃんと理解をし、うん、PDCA を回さないといけないということで、はい、自社で仕組みを作ってたんですよね、うん、まあ、具体で言うとテレビ CM の流れてる時間をアルバイト雇って、うん、分単位で全部目視でチェックして、うん、流れたみたいな、うん、で流れた瞬間の何時何分の情報とサイト解析ツールを突合すると、はい、この番組がいい、この番組が悪いみたいなことが当時テーブ運用でやってたりしたんですよ、はい、でそんなことができたら、あ、この番組が当たったとかこのクリエイティブ良かったねって分かって、あ、効果が結構見えるようになったねっていうのとかをやり始めたんですよ、うん、でこれが非常にうまくいって、うん、効果も可視化し自分たちで内製化して PDCA が回せる状態になって、うん、で、まあ、それだけではもちろんないんですがテレビ CM がうまくいってラクスルが、まあ、2018年に上場するんですけども、うん、結構成長することができたと、うん、で実はふと我に返るとこの仕組みって結構いろんな人にアドバイスをしたりとか相談されたりしたんですよ、うん、僕らテレビ CM 始めたいんで、うん、で2018年にロバセットをスタートするんですけど、うん、実はこの仕組み売れるんじゃないかと思ったっていうのが一つ、あとはテレビっていうものが当時そのラクスルのお客様の地方の中小企業の方々に、まあ、ヒアリングをしてた時になんかチラシ巻くよりもテレビの方が効果が高いみたいな、同じチラシを 2,30 万巻くんだったらテレビ CM って実は地方だとすっごい安いんで、はい、やった方が結構集客したみたいな話があって、はい、あ、そっかと、テレビ CM って結構意外と効果も出るし、うん、なんか見ようによっては安いんだなみたいな話があって、はい、でもそういうこと全く知らないんで、うん、ってことでまずはテレビ CM という業界から民主化していけるといいなと、うん、ということでですね、伸ばせるっていうのを、まあ、2018年、うん、まあ、当時はまだラクスルのテレビ CM サービスと呼んでましたけど、はい、をスタートさせたと。ラクスルも本当にいろいろあって、はい、まあ、どこの会社もやっぱ上場するまでいろいろあるっていうのと一緒で、はい、まあ、組織も一通りなんか厳しい局面もありましたし、事業が伸びない時もあったり、はい、みたいなこともいろいろあって、本当にジェットコースターのような形でですね、ただ僕としてはそういったマーケティングとかテレビ CM の仕組みに出会えて、仕組みをまさに作ることができて、それがなんか今につながってくるっていうのがありますね。でさらに今ね M&A をしたりとか、まあ、いろんなこともまたさらにされてて、同じようなことがまたずっと起き続けそうな感じですか。そうですね、うん、でさっきちょっとお話できなかったことで言うと、はい、ノバセルを2018年からスタートしてるんですよね、はい、これ一人で立ち上げて、うん、でここもなんか自分の仕事のなんかスタイルが出てるのとやってよかったなっていうのは、うん、初めて立ち上げた1年で500アポぐらい行ったんですよ、はい、でこれは当時オンラインなかったんで、うん、全部リアルで行ったんですよね、うん、出張も含めて、はい、年間500アポなので月間40アポ、うん、なんで週間10アポぐらいなんですけど、うん、まあ、これをずっとやってましたと、うん、いうことで、で当時営業も雇わずに全部一人で全部行ったんですよ、うん、でなんかまあ CM やってる会社なんですけど何でも合ってるんで、当時がなんかもう話を聞きに行っては例えばなんかルノワールが指定されて、はい、会社ないんでみたいな、これから会社作るんですけど会社伸びたら CM ですみたいな、はい、あ、そうですかみたいな人に会いに行ったりとか、はい、横でなんか生命保険売ってる人の横でテレビ売るとか、はい、いろいろやったんですよね、はい、なんですけどこれはやっぱすごい良かったなと思ってて、うん、効率は悪いんですがやっぱり当時お客様の候補になり得る方に500人あって、はい、なんかその自分が思ってることと違うことは、うん、何なのかとか、うん、自分が持ってることで正しいことは何なのかっていうことは理解できたですよね。とにかく悩んだら原点に立ち返る、その原点はやっぱり顧客に会いに行くなんですよ、ね、全てが。でそうすると何か一定の答えを必ず見えてきたなと思ってて、でとにかくごたごた言わずに量をこなすっていうので、はい、500アップしたんですよ。でそれがもう自分の中ではこれ作ったら売れるなっていうのが感覚で磨かれたんですよね。でそれでノバセルとしては一旦マーケティングの戦略をこう考えていくってことだったりとか、うん、運用型のテレビ CM って言葉を使ったのも、うん、作ったのも2019年になりますけれども、うん、まあ、やっぱりテレビ CM の効果の可視化によってこれまで効果が出なくて高いと思われたテレビ CM を変えていこうっていうふうに強く思えたのも、まあ、その500アポなんですよね。でそれによって今ノバセルが作られたと思ってます。本当にね、もう大学時代でチラシを配るところだったりとか、まあね、古くはもう子供教室の人たちを顧客としてもう理解をするってところからもうずーっとやってますけどね。そうですね。はい。はい。もう本当に軽部さんの今のマーケターとしての人生がよくわかるグラフでした。こ
まであの面白い話をたくさん聞いてきたんですけど、多部さん自身が仕事をする上で一番大事にしていること、まあもうね顧客の話もたくさん聞いてきたんですけど、改めてこう言語化をすると、仕事をする上で一番大事にしていることってどんなことになりますか？僕は会社の成長と社員の成長ですかね、それでいくと自分の成長は最後っていうか、文字にすると成長っていうのがやっぱ大事で、やっぱ事業が成長する、会社が成長する、結果としてそこにいる人たちが成長するっていう、とにかくこれを作るのが僕の仕事だと思いますし、仕事の哲学だと思ってますし、成長しないと僕の価値はないっていうふうに考えてます。なので常にどう成長させるのかということに対して、まあ、貪欲に考え続けるっていうことをしてますね。そのために一つの手段として、当然顧客を理解しないと成長を作れないというふうになってくるっていうふうに考えてますね。なるほど。いや、これからのノバセルの成長と、そしての多部さんの成長もさらにちょっと注目していますんで、はい、ありがとうございます、はい、本日は貴重なお話をたくさんありがとうございました。ありがとうございました。今回の学び、うまくいかないときは競合と比べて何が違うのか、どうやって違いを出すか観察する、やりたくない仕事も一定期間きちんと向き合うことで結果が出てどんどん楽しくなる、新しい事業を始めるときにユーザー層になりうる人の話をきちんと聞くことが事業を成功させる秘訣、学生時代からマーケティングと向き合い、それをさらにたくさんの方に伝えているんですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは様々なビジネスパーソンの皆様から仕事に役立つようなスキルや考え方のお話を伺っています。動画が面白いと思った方はぜひチャンネル登録、コメント、高評価の方で応援してください。これからもよろしくお願いします。人見知りって意外とかで言われないですか？いやいや、結構人見知りなんですよ。ああ、いや僕よくわかるって、あの、はい、でもそれでも500アップってすごいですね。仕事として演じればいけるんですよ。日常で会うと辛いんですよ。特に初対面とかノーマルで、そうそうそう、しかもあのその時点ではターゲットにはならない方とかだと何話そうって。そうなんですよ。三浦さんとはすごいですよね。あ、三浦さんは本当すごいですよね。飲食店で商売を学んだときに、お客さんを増やそうとするって、やっぱりいわゆるその一元さんを常連さんに変えるみたいなところ、一番なんか人見知りが出そうじゃない。だから僕はそんなにやって積極やってないんで、はい、仕組み作りの、仕組み作りですね、はい。この飲食店の出会いは何だったんですか、最初？いや、なんか普通に、なんですかね、なんか紹介されたんですよね、だから、給料ゼロかもしれないけど、そうだったみたいな。ああ、そこで行くっていうのが面白いですよね。給料ゼロってもう最初から言われてるわけですもんね。